はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、イベントクエストは残り1つ、お宝集めの方は必殺の秘伝書終わりました。スキルの秘伝書が残り1ページということで、ちょっとねタイミングを見て横取りをね仕掛けようかなと思います。なかなかですね、最後の1色はねドロップしません。ただですね、今回横取りチケットが少ないよね。とりあえずですね、このワイポ交換が3枚、ログボが1枚、イベントミッションが1枚、そしてオリファルコンからのドロップが一応無制限っていうことにはなってるんだけど、どうなんでしょうかね、オリファルコンからどれぐらいドロップするのか。今日はですね、この激ムズのね、オリファルコンのね、攻略、特殊能力持ちキャラなしやっていきます。何パターンかね、試してみようかなと思います。さあ、来ましたね、鳥さん。むっちゃ強そう。現状ですね、佐藤場亮太だけなんだよね、特攻がね。まあ一応あとヨップくんがあるんだけど、亮太はねガチャから 0.1% 出るわけねえだろっていうね状況ですよ。さあ、まずはねこんなパーティーでいきます。マナですね、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。やはり強いよね、ダブルゼータデカプニで降ってくる。そしてエルゼですね、大量プニ消し、こちらも非常に強力、ジーバで打てます。つながりやすくなるスキルがあります。そして先日ゲットしたシュカですね、タップでデカプニ周囲を消す。そしてカッパちゃん転生妖怪使っていきます。スーパーフィーバー、これねフィーバータイム中に打つと非常に強力です。プリチーの種族効果アップ。そしてゾディアライア、これもね、まあ、復活スキルがあるんで、まあ、ワンチャンあると。さあ行きましょうか、オリファルコン。 HP は26万5000、攻撃が685ということで、まあ確かにね地獄ムズのね風流ほどではないんだけど、結構これはこれで強いぞ。26万削ろうと思ったらフィーバーインして、まあ G 技をね何発か打ち込む必要があるかなと思います。ただ反撃もあるので、まあなかなか難しいよね。その他は変なギミックはなさそうですね、回復玉とかそういうのはありません。なのでまあ戦いやすいって言えば戦いやすい。さあフィーバーでも入りました。まずシュカでタップでデカプニー、そしてデカプニ作ってマナで技ゲージ貯める。そして2発目のシュカいきます。さあタップでデカプニ、そしてさあ技ゲージを置く貯める。さあこれで24万、微妙っすね。さしてフィーバータイム明けにもう1発入りますね。いきましたね。なんとかですね倒すことができました。結構これはこれで、これ横取りチケット落とすんで、まあ周回が必要ということで、周回するとなるとちょっともう少しねパーティーいろいろ試してみたいなと思います。次はね豪傑パーティーいきます。さあヨップくんですね、こちら特殊能力ない方のヨップくんです。ヨップくんね SS でも普通に強いです。デカプニで降ってくる、このスキルが強力だよね。そして日本代表遠藤、大量プニ消し、技ゲージが溜まった状態でスタート。そして我らが聖金さんいきます。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。回復です。そしてドラゴンナイトチャープ、竜だけにね、これも非常に強力です。G まで打てます。そして前回ゲットしました炎流使っていきます。ボーナス玉を作る。そして復活スキルがあります、ワンチャンあります。さあ行きましょうか、オリファルコン。さあフィーバーインしていきます。さすがにフィーバーインしないとね26万でしょ、火力がね足りません。
なのでやはりフィーバータイム中にね打つのが一番簡単かなと思います。まあキャラがね強いキャラが揃ってて力技でいけるっていう人はね、まあフィーバータイム外でもいけるかもしれませんが、まあ僕はねフィーバーインでいきます。さあフィーバータイム入りました。さあまずはエンドを打ちます。大量分消しからの遠流いきます。そしてボーナス玉作ります。そしてドラゴンナイトチャップで、このボーナス玉を使ってデカップに作って技ゲージを置く、貯める。そしてフィーバータイム明けにもう一発いきましたね。まあ豪傑結構戦いやすいね。おお宝落ちました。しかしこれは持ってます。最後の一色ね全然落ちません。18ポイント。さあラスト1ページなんだよな。なんだよこの偏り。さあ次はね不思議族いきます。鬼釜ですね。将棋のキャラです。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。10まで打てます。変身スキルがあります。そのあたりもねうまく使ってやっていきます。ボーナス玉が降ってくる。必殺技2回でね変身です。早めに変身させましょうか。そして修羅ひげ使いましょうか。やっぱりダブルゼータは強い。技ゲージが溜まった状態でスタート。そして仮面ライダー01メタルクラストホッパー、普通にね好きなキャラなんで使っていきます。まあ強いけどね、サポートとしてですね非常に優秀です。そして Y 学のワールドボーイ、タップでデカップに周囲を消す。こちらはスキルは1個しかありません。つながりやすくなる。そしてナインテールですね。こちら復活があるんでこの回し蹴りでねワンチャンあるかなと思ってます。さあ行きましょうか。不思議族。不思議族はねなかなか難しいよね。さあまずはワイルドボーイがねつながりやすくなるんで、まあ長くつないで早めにフィーバーイン狙っていきます。あとはねフィーバータイム中に強力な必殺技、そして仮面ライダーでねサポートしながら G 技をね打ち込んでいきます。さあフィーバータイム入りました。まあ HP 半分ぐらい残してフィーバーインできればいけるんじゃないの。さあ修羅ひげ、そしてワイルドボーイでタップでデカプに作ります。そしてデカプに作っておいて仮面ライダーでデカプにの技ゲージを置く、貯める。さあまだいけるか修羅ひげ。さあこれでダメージどうだ、いきましたね。さあなんとかね倒すことができました。おっと松茸ゲットだぜ。もう少しなんか秘伝書系を落としてほしいよね。っていうか横取りチケットだよ。次はニョロロンいきます。オロチシュウです。滅竜士大量プリ消し、技ゲージが溜まった状態でスタート。そして風流ですね、今回のイベントでゲットしました。早速使っていきます。今育成中です。普通に強いです。そして大暴走ウィスパー、前回のイベントでゲットしました。限界突破プラス10です。復活があります。これもワンチャンあります。そしてスカイスネーカースーパーフィーバー、強力です。フィーバータイム中に打ってやると非常に強力。そしてクリスタルヤマタン、まあこれは多分使わないんだけどニョロロンの種族効果アップで置いておきます。さあ行きましょうか。大暴走ウィスパーがですね早速ね大活躍です。これスキルが復活強力だよね。そして限界突破してやるとですねステータス的にもねダブルゼータ級に強くなります。
さあ、あとはフィーバーゲージ貯めて、フィーバータイム中にね、まあ、G 技打ちまくりましょうか。今回この風流もですね、なかなか強いぞ。さあ、フィーバータイム入りました。いきます。まずはオロチ体力に消し、ここでコンボを稼ぐ。そしてウィスパー暴走しまくりです。そして風流いきます。これもうまくやるとさ、連発できるんだよね。振ってくる。そしてスーパーフィーバー。さあ、これでちょっと足んないか。しかしウィスパーの復活 C の一発があります。いきましたね。やっぱウィスパー強えな。復活でさらに技ゲージ溜まって復活だからね、すぐに一発打てます。そして27ポイント、このプラス9ポイントも嬉しいよね。お、横取りチャンスタイムきました。行きましょうか、ラスト1色。さあ、チケット交換します。90ポイント。今回ね、ちょっとチケットの枚数が少ないのでミスれません。ということで手加減なしでいきます。さあ、センター豪傑狙いがいいよね。おそらくね、豪傑はね、まあ、風流あたり周回しているパーティーかなと思います。特にこのね、将棋のアシュラさん、なんかセンター勝ち狙っていきます。そしてまずはチャンスタイム。そして薄ら影の強さアップ乗っかって、種族相性勝ちもね取っていきます。センター勝ち。この絶好門、絶好仮面ね、最強ですよ。さあ、行きましたね。さあ、なんとか勝ちました。ラスト1色。やっぱりね、ラスト1色はね、横取りしないと無理です。これはね、もう絶対落ちないんだよな、スキルの秘伝書ゲット。さあ、次はね、ヨップくんやっていきます。